12月23日に開幕するウィンターカップで勝る候補の1角とみなさベルノが吹く岡第一打。2年前にインターハイとウィンターカップの2冠を達成し、他福岡第一他その後も留学生戦手の強烈なインサイド電光石火のトランジションというスタイルを崩すことなく力を誇っている。今年のインターハイでは初戦敗退を喫したが、それは主力選手が日本代表で不在だった影響が大きい。同じ境遇にあったライバル福岡大学付属大濠を県予選決勝で撃破して自信をつけるとともに、彼らのためにも負けられないという気持ちも背負い、優勝できそうな力がると自信を語る井出口隆監督に大会への意気込みを聞いた。まずは天皇杯やるなら爪痕くらい残そう。福岡大学付属大濠との福岡決戦を終え、テウィンターカップで場が決まってからの練り週には聞き迫るものがあるのかなと思いますが、実際はいかがでしょうか。中学校の説明会と面談があってチームを離れることが多いです。12月1日に他名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの天皇杯の試合があります。やるなら爪痕くらい残そうと、やった相手が大きかった怖かった何もできないで、次はかではわざわざ行く意味がなくて時間の無駄になりますから、戦う気持ちは持たせたいです。今日は全手たちが3部練習で固くな張っていました。チームのどこが成長したと感じますか。スタートの線手たちですね。大濠戦は苦しい試合だったけど、何とか切り抜きけました。私はあまり手助けしてないです。オールコートをやれとげんたくらいだし、それも随分練習していた中の一つでした。国体が終わってからの練り週の一つのテーマがそれでした。信用関係が深まってきたから言う必要がないのでしようか。そこまでは言わないけど、自分たちの力を信じて、策がないわけではないし、いろんな策の練習はしているけど、あまり策をどうすることなくで来たと思います。控え選手に対しての鼓舞
指導が強調され、他練習でし、他川村勇てるや小川朝とが一番見切って練習しているんです。お前たちだろう、朝来る時間くらい負けるなって言いたいわけです。ベンチに入れてもらって満足してし、前歯のう成長がなくなってしまいます。特に下級生の選手たちは今踏ん張って頑張らないと、彼らが来年の主力になるわけですか。だね。留学生の暴力事件、彼が粗暴なだけの子なのか。クルマジ・ヨセフ・スティーブセン、手がこの位置、年で大きく伸び、スキルもかなり上達したと思います。留学生プレイヤーが伸びる上でポイントとなるのは何でしょうか。バム、バムアンゲージヨナさんからなんですけど、1回も帰っていないんです。最初に来たセネガルの子、ハネンに1回、1ヶ月コン、区返したの、かな、そう、レが3年間、2回にな、たりして。1番はバムの、お母さんが、コンゴ民主、共和国とい、う国の政情、治安が良くないこと、もあって、帰ってきて、事故に巻き、込まれるの、も心配だし、帰ってき、って遊ぶ暇が、あるなら、日、本で勉強と、バスケット、の練習をし、なさい、と、いう母さんでした。買い痛がって、るから帰ってあげなさ、言っていって、だけど、ママが帰ってこなくて、いいって。それが今、スティーブに受け継がれています。バムは母、子家庭で、しかも一人、子です。そういう暇があるんだ。ただ自分は、一生懸命努む。教師したいと、日本の子よりもむしろストイックだし、国を離れ出てきているんだから、覚悟がすごいです。日本人と変わらず真面目で真剣にバスケに取り組んでいるということです。ね、多くの留学生プレイヤーを指導してきた井出口先生からにで、全九州大会で延岡学園の選手が試合中に審判を殴った事件についてはどうお考えですか。大きくクローズアップさ、出て、彼や、延岡学園が、批判されました。留学生プレイヤーをめぐって大きな問い、題になった、のは私たち、福岡第一が、最初ですが、常に色が、鏡で見られ、ますよ。良いことをし、ても良い、と言って、くれる人は、あまりいない。
ちょっとでも悪いことが起こると山ほど大きくして言われます。そういう意識は大人の中にもあります。外国人アレルギーみたいなものを持った人がいると近くにいる人も影響を受けますから、この試合で対戦相手だった大堀は日本代表選手を外した子ともあって、前日まで1回戦に回戦をやっとこさ勝つようなゲームで、そういうチャレンジをしていました。だから私もがんめて、周囲はワンサイドまでは行かないけど、延岡学園が勝って通った利前だと見てました。ところが試合が始まると、大堀の選手たちがすごく頑張って、会場全体の雰囲気も負けると思っていた大堀が勝つんじゃないかという雰囲気になります。そういう中で延岡学園の留学生のフアウルがすいかれた。殴った彼じゃなく、チームメートがテクニカルフアウルで対場になり、それを受け手入ってくた時点で、彼は良いせい神状態じゃないですよね。彼がああいうことをやってしまったから、彼の人となりがどうだとか、留学生時体がどうだとか、延岡学園の教育がどうのこうと、いろんな人がりとあらゆることをげんうんです。彼が泣きながら会場を拒っていくのを私は見ています。かといって粗暴なだけの子なのか。6月の事件は、選手が日本代表にとら出て引退はいみでられないと分かった中で起こしきたものです。結果的にああいうゲームになったシチュエーション、そういう場を大人が作ってしまった。交代連かもしれないし、非本協会かもしれないで、つがペナルティをかせられたの別れとチームと選手、それだけで量勝ったのか、そこに誰もたどりついてないですよね。井出口先生は留学生プレイヤーとの接し方をどう意識していますか？特に気にはしてませんが、常に緊張感は持っています。ちょっと悪いことがあれば批判されるわけですから。でも彼らは練り週も勉強も一生懸命にやって今す卒業したバム、今年のスティーブやディアラ、イソフは学校生活での評価も非常に高いし、試合をやってもおかしな振る舞いはありません。挨拶だってそ
の辺の日本、人よりずとできますよ。私が指導したと言われま、つが彼らが持っている素直さや性格の良さです。そう、コアちゃんと見てあげてほしいです。自分たちのことに集中してシンプルに、ウィンターカップまであと1か月優勝候補と指摘待ちされます。優勝したいですよね。優勝できそうな力はあるので、去年のチームと比べて実力をどう見ていますか。力はあるかもしれない。良い方のポイントとし、手は川村、松崎、勇気、スティブがゲームを壊さないレベルまできたかなと。今回はフリースローまでしっかり決めるところまで来ています。あとは小川と古橋正義がどこまでできるか。夏まで歯壊すこともあったんですが、松崎や川村レベルのプレーをしてくれればと思います。優勝できるポテンシャルはすでにあると思います。大会に向けて修正するところは、小川がメンタル的にもう少したくましくなってほしいかな。古橋はシュートが今さっぱり来ない。国体に出てな井ノ であのあたりかな、モチベーションの問い台があって、それが間似合うかしょうし心配です。その控えの2年生が中上がってこないのもあります。さすがに守りとか走りの部分はスタメンの選手が上です。大堀との試合では古橋がディフェンスで頑張りました。浅井治を君に仕事をさせなかったのは松崎で、中田笠見元君がそこまでくなかったの、は小川がそもそも得たから。土屋大輝、君のシュートは気持ちで決めてきてるから仕方ない。あれを釈迦力になって抑えに行くと、今度旗の4人にやられたと思います。いずれにしてもうどこかの高校をチェックするよりは自分たちのことに集中しています。今度の天皇杯の試合ではいろんなチャレンジをするつもりです。オフェンスも普通に1とかピックアンドロールではシュートを打たせてもらえないだろうか。だ複雑にどういたりしよう、と思うんだけど、こう、構成とやるのに特別なことはそこまで必要ないかな。
そこはまたシンプルなと、コロに戻し、マスが、な、フルやディートや、るためにしゅ、リクンデン、ることが、ウィンターカップで急、地に陥った、時にチーム、を救うかも、知れません。高校の日本一、を決める子、の大会で勝る、勝る候補の一、角とみなさ、ベルノが吹く、岡第一打、12月に、3日に開幕、するインターカップ。2年前にインターハイと、ウィンターカップの2、冠を達成し、他福岡第一、他、その後、も留学生戦、手の強烈な、インサイド、電光石火のトランジションというスタイルを崩すことなく力を放っている。今年のインタハイでは初戦敗退を喫したが、それは主力選手が日本代表で不在だった影響が大きい。同じ境遇にあったライバル福岡大学附属大濠を県予選決勝で撃破して自信をつけるとともに、彼らのためにも負けられないという気持ちも背負い、う優勝できそうな力がると自信を語る井出口隆監督に大会への意気込みを聞いた。全国の舞台で戦うだけで十分強化ができる。大きく注目された福岡大学附属大濠との福岡決戦未勝ちウィンターカップ出場を決めました。今年度はインターハイで両チームとも主力を有18日本代表に取られ、手早期敗退し、ウィンターカップに福岡県下第一校しか出れなくなりました。代表の活動がなかったらインターハイでも上位に行けたのかなとは思います。代表に招集された選手がインターハイに出場で機内チーム作りも難しかったと思います。そうなるとチーム作りはうまくいかないです。日本を強くするという大前提があるし、私自身もやっていたのもあり、マスが将来日の丸をつける選手は1年間に1人いるかいないか、今回のような場合はインターハイに出る選手ハインターハイで強化すればよかろうがという思いはあります。先日の福岡県の決勝が全国大会のケツマサルだとしたら、そこに日の丸をつける選手が5人候補も含めるともっといるわけです。その選手たちは全国の前台で戦うだけで10分強化ができると思います。早生まれの台学生の選手インターハイに出れなかった学校から良い選手を集め、手アジアに
行くことが、できるだけの選手が非本には今すそういう考え方ができなかったのかなとは思います。選手は日本代表に招集さ出たら行きたがりますよ。日の丸をつけたい。でも自分のチームもある。それを私が断るわけにはいきません。そこで子供たちが悩みくしまなくて、いい道筋は大人が決めてあげないと。これが大学生やプロになれば自分の判断で代表を辞退できるのかもしれません。でも高校生は代表合宿が入ったら公式戦には出場できない。それが正しいのかどうか、大堀に勝る他直後こんなに辛い試合はないという言葉がありました。ただ今回のような問題が早期解決するようには思えません。一番は国際大会をより多く日本で開催するよう努力することです。そうなれば日本が日程を決められます。海外は日本国内の大会の日程を変えればいいじゃないかと言いますよ。だけど残念ながらインターハイは変えられない。ウインターカップは変えられます。行政が入って何年も前かラソの県がそのスケジュールで準備しているから変えられません。そこに本当の意味でのガバナンスの問題、システムのもどかしさがあります。私は大学かラプロハーマリ進めないんです。バスケットボール界を取り巻く環境の変化についても教えてください。 B リーグらで来て3年目、福岡第一でバスケをやる生徒のほぼ全員がプロ志望だと思います。卒業後の進路も見据えて、高校生のうちにこんな指導をしておこうと考えることはありますか。今は大学も全入りの時代ですから、すぐに社会人だと無意識はあまりありません。でもできる限り大学に行きなさいとは言っています。どの高校でも先生はバスケだけでなく学校生活の面も厳しく指導して送り出します。大学の先生もほとんどそうです。